皆さんこんにちは、大串です。この動画は森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテスト3の4番の解説の動画となります。で、問題を解いていない方もですね、この後すぐに問題を表示しますので、それを一緒に解いてから解説の方に移るようにしてください。ということで、まずはいつも通り選択肢を見てどういう種類の問題なのか予測できるか見ていきましょう。そうすると A には Sincere で、 B には Sincerely で、 C には Sincerity で、 D には Insincere が並んでいます。で、この時点でですね、 Sincere という単語とですね、その派生語がまあいろいろ並んでいるなということはわかるはずです。で、これらはですね、品詞が違うものも並んでますから、空欄の前後の形もしくは文全体の文構造からですね、まず文法的に入るもので絞り込んで、その後意味で最終確認ということになります。ということで、空欄の前後の形をね、まず確認すると、前には we という主語があって、そしてその後ろには regret という動詞がありますよね。構造としては S 空欄 V という形になってるわけですが、この場合はですね、空欄に入るのは当然この動詞に書かれるようなもの、動詞を修飾できるものでないといけません。ですから、動詞を修飾できるものといったら英語では副詞なわけですから、この空欄にはまず副詞を入れるというふうに考えるのが自然です。ということで、選択肢から副詞を探していくことになるんですが、その副詞をね、探すときに非常に便利な目印がですね、この語末についている ly なんですね。で、この語末に ly がついている単語はもうほとんど副詞なんですよね。ただここではもうちょっと細かくやっておきましょう。ly がついているものは副詞は多いんですが、基本的にですね、形容詞に ly がくっついている場合が副詞になるものが多いと整理しておきましょう。ということで、今回 ly がついている単語を探していくと、B のね、sincerely、 これ ly ついてますから、これが怪しいということになるんですが、この B の sincerely は A の sincere という単語に ly がくっついた形ですよね。で、この sincere というのは品詞はまず形容詞になります。で、意味としてはですね、何かこう言動とか行動とかそういったものが心からなもの、正直なものといったような意味であるとか、もしくは人の性格などといったようなものが誠実なとか真剣なとかそういった意味があります。まあ、全体のイメージとしては嘘偽りがない、なんか純粋で綺麗なイメージを持ってもらえば OK です。ということで、 B は sincere という形容詞に ly がくっついてるわけですから、これは副詞だと考えることができますよね。ですから答えは B の sincerely を選べば OK です。意味としては心からといったような意味になります。で、一応しっかり他の選択肢がダメな理由とね、それぞれの意味を確認しておきましょう。 A の sincere に関しては、先ほども言った通り意味としては、心からのとか誠実なといったような意味ですが、まあ、ここにね、形容詞が入ることはありませんから A はダメですね。で、 D の insincere に関してですが、これは接頭辞の in というのと sincere がくっついてますよね。で、これ本体は sincere ですから、品詞としては sincere と同じ形容詞になります。で、この接頭辞の in ですが、意味としては否定なんとかではないよという意味で使われることが結構あります。ですから、先ほどの sincere の意味が逆になるといった感じなんですが、まあ sincere 自体が綺麗な純粋な感じのイメージでしたから、それが逆になって、例えば心からのであれば心がこもってないとかね、そういう感じの意味になりますし、誠実なの方であれば誠実ではない、誠実さがないといったような意味になるわけです。まあ、どちらにしても文法的にまず形容詞がこの空欄に入ることはありませんから、まあ D はダメですね。で、最後 C の sincerity ですが、これ語末に it という接尾辞がついてますよね。で、この it というのは、まあ名詞を作る接尾辞なので、これは名詞ということになります。意味としては sincere が名詞化するわけですから、まあ誠実さとかですね、正直さとか純粋さとか、そういった意味になるわけです。まあ、とにかくですね、品詞的にここに名詞は入りませんから C もダメということになりますね。ということで、答えは B の sincerely になってですね、表現としては sincerely regret で、
心から残念に思うといったような意味になります。この表現自体はよく見るものなので、しっかり覚えておいてください。問題の解き方自体の解説はここまでにして、他のプラスアルファの要素であったりとかですね、他の問題文の要素について詳しく見ていこうと思います。まず先ほどですね、形容詞に ly がついたら副詞になることが多いですよと言ったんですが、もう一つ覚えてほしいものがあって、それは名詞に ly がくっついた場合は形容詞になりやすいよということなんですね。で、基本的に形容詞に ly がくっついて副詞になるものっていうのはもう数え切れないぐらいいっぱいあるんですが、名詞に ly がくっついて形容詞になるものというのはもう狙われるものとかよく使われるものもね、決まってきているので、今回はそれをいくつか紹介します。ということで、名詞プラス ly で形容詞になるものとしていくつかピックアップしました。一つ目が friendly で、二つ目が timely で、三つ目が costly で、四つ目が daily ですね。これすべて friend も time も cost も day もすべて名詞ですよね。それに ly がくっついた形ですから、まあ形容詞として使えるということになります。で、それぞれ意味としては friendly であれば、まあ友好的なとか親しみのこもったといったような意味ですよね。まあ日本語でもこれフレンドリーって言いますから分かりやすいと思います。で、2番の timely ですが、まあこれはそのままタイムリーなという感じで押さえておきましょう。まあ要するにちょうどいい時間、まあちょうどいいタイミングのといったような意味ですよね。で、 costly が費用のかかる、まあ高価な高いといったような意味です。で、 daily が毎日のといったような意味になります。で、ちなみにこの4番の daily ですが、まあこの day の部分が、例えば week とか month とか year などになれば、当然毎週のとか、毎月のとか、毎年のといったような意味で使うこともできます。ということでですね、まあ、このようにですね、もちろん例外というのはあるんですが、名詞プラス ly で形容詞として使えるものがあるんだということ。で、その例として今回出したものというのは非常に大事ですから、しっかり整理して覚えておくようにしてください。で、今回、問題の後ろの部分に目をやってみると、regret Jeffrey leaving the company とあります。で、ここでですね、regret leaving と来てますから、まあ、regret ing 動名詞という形が使われているわけですが、これ意味としてはですね、regret ing で何とかしたことを残念に思うという意味になります。で、regret の後ろに ing 単体であれば、この何とかしたことを残念に思うという意味になるんですが、今回はその間に Jeffrey という名詞が入ってきてますよね。で、この名詞なんだろうと思った方もいると思うんですが、ここがしっかり理解できるとね、知識がより深いものになっていきますから、しっかりここ深掘りして理解していきましょう。で、要はこれは regret という動詞の後ろに、名詞プラス ing 系という形になっているということですよね。で、基本的にこのような名詞プラス ing 系がですね、文の主語、目的語、保護、前置詞の目的語、まあ、つまり名詞が主に来る位置なんですが、こういったところの位置に来ていたらですね、二つの可能性をまず疑って考えられるようにするといいと思います。で、その二つのうちの一つ目が、名詞プラス現在分詞というパターンです。で、このパターンの場合、この名詞の後ろにある現在分詞がですね、後ろから名詞を修飾するような形で、意味としては、なんとかしている名詞という意味になります。まあ、現在分詞自体は形容詞の塊として使うことができて、なんとかしているという意味がありますから、まあこういった意味になるわけですね。で、普通、名詞プラス ing っていうのが文に出てきた場合は、まずこの1番を疑う方がほとんどでしょうし、まあ実際ほとんどの場合はそれでことが足りると思います。しかし、この1番の考え方、訳だけではうまくいかない時があるんですね。例えばですね、今回のパターンの Jeffrey leaving the company をですね、この会社を去っているジェフェリーという風に訳すと、ちょっとおかしいですよね。そもそもですね、この1番の何とかしている名詞という使い方は、他にもその名詞がいっぱいあるので、
それを限定するために何度かしているという意味をつける感じなので、基本的にもう最初から一つに限られている固有名詞にはですね、基本的には使わないんです。この問題の場合もですね、もうジェフェリーというのはもう固有名詞で、まあ一人の人物のことを最初から指してますから、限定する必要はないんですね。ということで、まあ名詞プラス ing の2番目の可能性に移っていくわけですが、でこちらの場合はですね、名詞の後の ing を同名詞として考えるパターンです。で、このパターンの場合、訳を先に言っておくと、名詞がほにゃららすることという風に訳します。で、この場合は、この前にある名詞は、同名詞の意味上の主語だという風に解釈をします。で、同名詞の意味上の主語というのは、同名詞の前においてですね、なんとかがという風に訳せる部分なんですが、それとして使えるのは、まあ二つあって、所有格か、もしくは目的格を使うことができます。で、この所有格目的格というのは、まあ当然、I, my, me, mine で言ったところの、まあ my と me、二つ目と三つ目のものですよね。で、この同名詞の意味上の主語の位置にですね、具体的な人の名前、例えば今回で言ったジェフェリーですが、こういったものが来ると、当然ジェフェリーの活用は、ジェフェリー、ジェフェリーズ、ジェフェリー、ジェフェリーズになりますから、所有格だったら、ジェフェリーズ。になりますが、目的格だとそのままジェフェリーになるわけですね。ですから、同名詞の意味上の主語を目的格で書いた場合は、人の名前とかであれば、それ普通の名詞の形と変わらなくなってしまうから、普通の名詞の後に、ing 系、同名詞という形を取ることがあります。で、それで名詞がほにゃららすることという風に訳せるわけですね。で、今回の場合もまさにそうで、ジェフェリー leaving the company でですね、ジェフェリーは、これは、同名詞の意味上の主語で目的格を使ってるわけです。で、ここ全体が塊になっていて、ジェフェリーがこの会社を離れたこと、離れることという意味になってるわけです。ですから、今回の場合はこの2番で解釈をすることになります。で、この話少し難しかったかもしれないんですが、これが分かるようになるとですね、今後正確に読める文の数がね、増えていくと思いますので、ぜひね、頑張ってみてください。で、今回はですね、この2番の使い方だというふうにはっきり分かったんですが、実際名詞プラス ing が出てきた時に、この1番でも2番でもどちらでもいいよねというパターンは存在します。ですから、そういう場合は、まあどちらかにしなければというふうに深く考える必要はないので、あ、どちらでもいけるなというふうに自然に流してしまえば OK です。というわけで、文全体を読んで終わりにしましょう。We sincerely regret Jeffrey leaving the company. ということで、我々は、ジェフェリーがこの会社を去ったこと、去ることを心から残念に思うという風に訳せれば OK です。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.